ゲオルク・フリードリ・ヒベルン・ハルトリーマンは、ドイツの数学者。解析学、幾何学、数論の分野で業績を上げた。アーベル関数に関する研究によって、当時の数学者から高く評価されたが、先駆的な彼の研究は十分に理解されず、20世紀になって、彼のそれぞれの研究分野で再評価されるようになった。19世紀を代表する数学者の一人である。 彼の名前が残っている、数学用語に、リーマン積分、コーシーリーマンの方程式、リーマンのゼータ関数、リーマン多様体、リーマン球面、リーマン面、リーマンロッホの定理、リーマン予想などがある。ハノーファー王国ダンネンベルク近くの小村ブレゼレンツに、牧師の息子として生まれた。1847年に、ゲッティンゲン大学に入学、カールフリードリヒガウスと初めて出会った。 同年ベルリン大学に移り、ペーター・グスタフ・ディリクレ、カール・グスタフ・ヤコブ・ヤコビ、フェルディナント・コット・ホールと、マックス・アイゼンシュタインから、大円関数論や、変微分方程式論を学んだ。1849年に、ゲッティンゲン大学に戻り、1851年に、ガウスの下で、論文、一複素変数関数の一般理論の基礎付けを、 提出して博士号を取得。1854年には、幾何学の基礎にある仮説についてで、大学教授資格を取得した。ガウスは、若い数学者をほとんど評価しなかったが、リーマン幾何学に関する講演は高く賞賛した。二つの論文によって、複素解析の基礎付けとリーマン幾何学を確立した。1857年に予備教授となり、 1859年にディリ,リクレの後継者として聖教授になった。1862年に妹の友人エリーゼ・コッホと結婚し娘が生まれたが、この時期から結核の病状が悪化してイタリアで療養するようになった。1866年、旅の途中にマッチョーレコの近くで39歳で亡くなった。その生涯についてはリーマン全集に掲載された。 リハルトデーで金との昇殿がある。複素解析の分野は、オーギュスタン・ルイ・コーシーが独力で研究していたが、リーマンは1851年の学位論文で、コーシー・リーマンの微分方程式を複素関数の定義として、さらに写像やリーマン面など新たな成果を組み込むことで、複素解析の基礎付けとともに、理論的な発展をさせることになった。1854年の教授資格講演。 幾何学の基礎にある仮説についてでは、初めて多様体の概念を導入して、リーマン幾何学を確立した。これは後に、アルベルト・アインシュタインによって、一般相対性理論に応用されている。リーマンが、当時の数学者によって高く評価されたのは、学位論文の続編となる1857年の論文、アーベル関数の理論によるところが大きい。この論文で、彼は、 楕円関数論での未解決問題であった、ヤコービの逆問題を解決し、アーベル関数論を完成させた。リーマンは楕円型弁微分方程式によるモジュライの理論の研究の先駆者となり、そういう理道値、ヤコビ多様体、データ関数論などの研究はその後の大数幾何学の研究の端緒となった。三角級数による表現に関する論文では、 リーマン積分の概念を提示することで、実解析の基礎づきに寄与した。数論については1859年の論文、与えられた数より小さい素数の個数についてが唯一の論文であるが、彼の複素解析の方法の一つの応用である。ゼータ関数についてのリーマン予想を述べ、解析的整数論の重要論文の一つとなった。この予想は十一世紀になっても重要な、 未解決問題の一つとなっている。リーマン自身は自分の数学理論を物理学に応用したいと考えていたが、彼は準備していた研究を生前に公表するには至らなかった。リーマンの直接の後継者は、リーマンの母の定理で知られるグスタフ・ロッホと大数曲線論を発展させたアルフレッドクレプシュである。だが、この二人は若くして亡くなった。ゴルタンも、 リーマンとの交流があり、当初はリーマンの研究を継承しようとしていたが、普遍式論で独自の研究へと進んでいった。リーマンの影響は直接の接触のなかった次の世代のフェリックス・クライン、アンリ・ポ・アンカレ、ダフィット・ヒルベルトによって様々な数学的成果へと結びつけられるようになった。現在ではリーマンの数学的業績の多くが様々な分野に、 浸透しているが、19世紀には、複素解析の基礎付けも、リーマン幾何学も正当な評価を得ていなかった。複素解析の分野では、カール・ワイエル・シュトラスが、リーマンの複素解析の基礎付けに使った、ディリクレの原理に、ギャップがあることを指摘したため、多くの数学者が疑念を共有するようになった。その一方で、ワイエル・シュトラスが主導していたベルリン学派の、数学者たちは、 リーマンの複素解析と楕円関数の研究を検討するようになり、シュワルツは幾何学的方法によってリーマンのギャップを解消する交互処理法を導入し、フックスは得意点の周りでの解の解析接続を研究するためにリーマンの方法を利用するようになった。また、クラインはリーマンの複素解析に関する論文を発表し、この分野での研究を促していった。 1900年、ヒルベルトは、ディリクレの原理の問題を解消し、その後、ヘルマン・ワイルが、リーマン面を一次元複素多様体として、厳密に定義し、さらに、ディリクレの原理を直行者 A の原理として、最低式化することで、リーマンの複素解析での業績は、再評価されることになった。ポアンカレは、リーマンが示した、一解析のアイデアを発展させ、 トポロジーを体系的に研究した。また、ポアンカーレとケイベは、写像定理を一般化した、一以下の定理をそれぞれ独立に証明した。カール・ジーゲルは、リーマンの意向を分析することで、リーマン予想に関するリーマンの研究の中に、すでにその後の研究を先取りする内容が、含まれていることを発見した。クラインは、リーマンの複素解析を指示したが、エルランゲンプログラムとの違いから、 リーマン幾何学に対しては否定的な姿勢を取った。リーマン幾何学の研究はリーマンが晩年に滞在していたイタリアで発展していった。リーマン自身はリーマン幾何学の計算技法を十分に与えなかったが、それを補うテンソル解析がエウジェニオベルトラミ、トゥーリオレビチビタによって発展させられた。この分野はアインシュタインの相対性理論の登場によって 注目されることになる。ディリクレの示唆によって書かれた三角級数に関する論文は、ルベーグ積文とゲオルクカントールの集合論の発展に影響を与えた。ありがとうございます。